きました。こたつに入りました。これは熱すぎて飲めない。めっちゃ熱い状態から徐々にぬるくなる間に飲むのが好きです。え、わかる。めっちゃわかる。おはようございます。今起きました。おはよう。あ、だいぶ飲めるようになった。いい感じ。なんか人がどんどん減っていってるような気がする。みんな出勤していくんですか？置いていかないでください。なんかみんな仕事行ってしまってる。行ってしまってるっていうか、行かないといけないもんね。熱っ。無理です。これは熱すぎます。職場着いたのでまたね。またね。稼いできます。ウミガメさんギフトありがとう。サッタンさんギフトありがとう。僕もそろそろ離脱。バイバイ。まだ痛いけどね。そうですよね。お仕事がみんなあるから。逆に朝からちょっとでも見てくれてありがとう。私はまだまだ時間があるので、ゆっくり配信してます。今日お休みの方は、私の朝配信にまだまだ付き合ってください。私お見送りしてるね、みんなのこと。いってらっしゃい。みんなお仕事行ってしまった。おはよう。サンタクさんギフトありがとうございます。まあでも働き方はいろいろ
あるからね。午後からかもしれないし、午後から頑張りなさい。今お仕事終わったかもしれないし。お疲れ様でした。夜勤明けの方とか、ね、お疲れ様でした。配信今の時間でよかった。あ、そうなん？あ、夕方忙しいんだ。本当に仕事行ってきます。バイバイ、いってらっしゃい。愛こじは癒しのボイス？思ったことない、ありがとう。これから寝ます。寝てください。寝てください。おやすみ。おはよう。じゃあ今日の天気を見ようかな。天気予報。天気予報全国。うん、今日雨ですよ。札幌晴れ、晴れのち雪。新潟晴れのち曇り。仙台晴れのち曇り。東京晴れのち曇り。名古屋曇りのち雨。金沢曇り。大阪曇りのち雨。広島曇りのち雨。高知曇りのち雨。福岡県雨のち曇り。沖縄曇り。どうなるでしょう。全国的に曇りや雨の地域が多いので、皆さん傘を忘れずに出かけましょう。広島県の降水確率は 80% です。最高気温11度、最低気温は5度。気温が下がっているので、皆さん暖かい服装でお出かけしましょう。西日本は曇りや雨、北日本は雪になるでしょう。え、これこのまま読んだらいいんじゃない。低気圧や前線が接近しており、西から天気は下り坂です。西日本はだんだんと雨が降り出し、九州は強く降る恐れがあります。北日本は雪や雨になり、夜も風が強まる見込みです。関東は日差しが届いて穏やかな空になる見込みです。とのことです。東京最高気温13度、最低気温4度。若干関東の方が若干晴れてあったかいかな。西日本が天気が崩れるっぽいので、足元などお気をつけください。天気が崩れてるときは忘れ物もね、小さな忘れ物も多いのでお気をつけください。うん、
いい感じの、あ、このぐらいがいい。ちょっとさっきのあの激アツすぎて、なんか罰ゲーム受けてるかと思うぐらい熱かった。本当にもう猫舌とかそういう問題じゃなくって罰ゲームだった。おはー、全国の天気予報です。仙台晴れ、降水確率 0%、 最高気温13度。東京晴れ時々曇り、降水確率 0%、 最高気温14度。大阪曇りのち雨、降水確率は昼から夜にかけて 30% から 70% になるでしょう。最高気温は11度。福岡雨のち曇り。じゃああれですね、九州の方は今雨降ってるんですね。西から、まあ大体西から雨が降るもんで。おはようございます。天気予報、なんちゃって天気予報。でも情報は本当ですよ。情報は本当のこと言ってます。なんちゃって天気予報。全国的に雨のち曇りです。広島は曇りのち雨です。降水確率は30、50、20って感じ。最高気温12度。まあまあ今日寒いね。おはよう。おはよう。名古屋は今曇ってる。じゃあ占いも、占いもできるので占いを十二星座占いを皆さんにお伝えします。
それではまず今日の11位から発表します。今日の十二星座占い11位は乙女座のあなた。乙女座のあなたは何事も几帳面で、真面目に取り組む姿勢は素晴らしいのですが、今日は慎重になりすぎて前に進めなくなっちゃうかもしれません。あ、これちょっとごめんなさい、適当です。真に受けないでください。私の気分で順位をつけてます。11位は乙女座のあなた。今日は慎重になりすぎて物事が前に進まないかもしれません。思い切って一歩踏み出してみるのもいいかもですね。10位、ヤギ座のあなた。あ、11位の乙女座のラッキーアイテムは そうだな輪ゴム。輪ゴムを右腕につけておきましょう。そして10位の人はヤギ座のあなた。ヤギ座の方はとてもコツコツと物事を進められるところがいいのですが、今日に限ってはあまり、大きな判断をせず、ただ自分の生活をコツコツと過ごしてください。ラッキーアイテムはイヤホンをつけて、今日はあまり周りの声に耳を傾けないでください。続いて十二星座占い9位の人は、ドララ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 ラ、サソリ座のあなた。今適当十二星座占いしてます。9位のサソリ座のあなたは何事も執着することが多く依存度が高いため、今日はさっぱりと生きることを心がけましょう。発言がたまに鋭くなってしまうので、人を傷つけないようにしてみてはどうでしょうか。ラッキーアイテムは、マスクをつけて黙っていましょう。続いて十二星座占い8位のあなた。8位のあなたじゃないや8位はドルルルルルルルン、魚座のあなた。
1位の魚座のあなたは、今日は可もなく不可もなく優しいところが長所なんですが、短所は人に流されやすかったり、影響を受けて訳が分からなくなってしまうことが多い魚座のあなた。可もなく不可もなく、そんな一日は会えて周りの流れについ、流されて生きるのもありかもしれません。流されすぎないように気をつけてください。ラッキーアイテムはゴーグル。頑張って過ごします。流されてみます。続いて十二星座占い、7位のあなた、ドゥルルルン。7位は蟹座のあなた。蟹座さんはとても、世話好きでとっても優しい方が多いのですが、今日はどちらかというとあまり人のお世話はしない方がいいでしょう。人のお世話をする前に蟹座のあなたは自分のことをしっかり頑張ってください。ラッキーアイテムはラッキーアイテムはサングラス。サングラスをして周りの人の観察を周りの人の観察はやめて社会と遮断しましょう。おはよう。それでは十二星座占い6位の方、ドゥルル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 、獅子座のあなた。6位の獅子座のあなたは割と何でもこなせる一日になるでしょう。いいことがあっても悪いことがあってもスルッと通り抜けられるような、そんな一日になるのではないでしょうか。ラッキーアイテムはランキングアイテムはクレジットカード。獅子座のあなたはクレジットカードを今日使うとポイントがついてきたり、いいことがあるかもしれません。おはようございます。適当十二星座占い中です。続いて、5位の方、ドゥルルルルルル
5位の方、おひつじ座のあなた、おひつじ座のあなたは5位です。ちょっとつ盲信で、ぶつかってから気づくことの多いおひつじ座のあなた、今日はそれが逆に、今日はそのおひつじ座の勢いがいい方向に向く一日になるのではないでしょうか。ラッキーアイテムは、赤い布を頭に巻きつけて走ってみましょう。5位のおひつじ座のあなたはきっと赤い布をつけて走ればいいことが待っていると思います。他人にどう思われようが突き進んでください。続いて十二星座占い4位の方、ドゥルル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 、いて座です。いて座のあなたは職人かたぎで、言葉よりもまずは行動に移す方が多いでしょう。そんなあなたが今日4位なのは、あともう一歩で手が届きそうなことがあるけど、言葉足らずでその目標に到達できないかもしれません。ラッキーアイテムはラッキーアイテムは拡張器、拡張器を持っていたらもっと自分の言葉がたくさんの人に届いていいことが待っているかもしれません。4位のいて座さんは言葉足らずなことが多いので、気持ちを言葉にしていきましょう。おひつじ座も出ました、5位です。赤い布を巻いて走りなさいっていう私からの助言です。続いて十二星座占い3位の方、ルル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 ル、天秤座のあなた、天秤座のあなたは社交的で、かなり人付き合いが得意な方が多いでしょう。今日一日その良さを生かしてたくさんの方とコミュニケーションを取ってみてください。いろんな情報、いい情報が今日一日舞い込んでくるでしょう。ラッキーアイテムはマフラー、明るいマフラーをつけていたら周りの人に、そのマフラーかわいいね、どこで買ったの？とみんなから声をかけてもらえるのではないでしょうか。多分そんな気がします。続いて十二星座2位の方、ドゥルンドゥル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 ン、
2位は双子座のあなた。双子座のあなたは音楽変わった双子座のあなたはとても行動が早く、そして会話も巧みで頭のいい方が多いでしょう。今日一日情報が錯綜する世の中ですが、その情報をうまくキャッチして一日過ごせるのではないでしょうか。ラッキーアイテムは、懐中電灯。懐中電灯で当てた先に何かいいお宝があるかもしれません。双子座さんの長所である好奇心旺盛な旺盛で行動派な部分を生かし、懐中電灯を持ってたくさん冒険をしてみてください。するといいことが待っているかもしれません。ありがとうございます。持ち歩きます。それでは先に十二星座12位を発表します。チョンチョンチョンチョロロロロロン。ごめんなさい、12位は牡牛座のあなた。今日の牡牛座さんは何をやってもうまくいきません。あなたの上にだけ雨が降ってくる可能性もあるので、ずっと傘を差していましょう。いきなり他人から厳しい言葉をかけられるかもしれませんが、心折れずに頑張ってください。ラッキーアイテムは愛こじの生写真。泣きながら出勤します。ああ、牡牛座さんの人が私の適当十二星座に惑わされてる。真に受けないでください。はい、ラッキーアイテムは愛こじの生写真。愛こじの生写真を持っていたら、すべて嘘のようにうまく、嘘かと思うぐらい物事がうまくいきます。あなたの上にだけ降っていた雨も止みます。今日は牡牛座さん愛こじの生写真を持ち歩きましょう。そしておめでとうございます。本日の十二星座1位の方は、てんた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 ん、ドゥルルルン、ドゥルルルルルルン、ドゥルン、ドゥルルルルン、チャラララララララルン。タラララララララン、ラランララララン、タラララララン、タララララン、タララララン、トロン。長い。1位は水亀座のあなた。イエーイ。水亀座のあなたは今日一番ついているでしょう。
宝くじを買うといきなり1億が当たる可能性もあります。もしくはずっと片思いしていた人に思いが通じるかもしれません。もしくは今まで喧嘩していた人といきなり仲直りするかもしれません。今までこじれていたものが全て解決する、そんな一日になるかもしれません。あくまで可能性です。まさかの1位。ラッキーアイテムはうさ耳。うさ耳をしているといろんなアンテナがあなたのうさ耳に集まるでしょう。おはよう。うさ耳をして今日一日ラッキーなラッキーなことが起きることを待っていてください。うさ耳を持っていない方は代わりに、アンテナを一本つけておくといいかもしれません。うさ耳の代わりになるアンテナをつけておくことでいろんな有益な情報が舞い込んでくるでしょう。周りの目は気にせずラッキーな一日を過ごしてください。アンテナを持っていなかったら、アンテナを持っていなかったら、そうですね、ポケット Wi-Fi を持ち歩きましょう。ポケット Wi-Fi を持ち歩いていたら、みんなから頼りにされるかもしれません。では今日の星座占いの発表1位から12位までの発表を改めてやります。12位牡牛座、11位乙女座、10位ヤギ座、9位サソリ座、8位魚座、7位カニ座、6位獅子座、5位おひつじ座、4位いて座、3位天秤座、2位双子座、1位は水亀座のあなたでした。愛子寺のインチキ適当十二星座占いでした。私は4位です。適当にしてはそれっぽく聞こえた。本当ですか？めちゃくちゃなことしか言ってないでしょ。ちょっとラッキーアイテム忘れたな。
おはよう。野菜。Oh, wow, wow, she's so stars. Yeah, yeah. たった今コンビニで BLT を手に入れました。え、コンビニにも BLT 売ってあるんですか。んー、社会から距離を置くラッキーアイテムが多い。あれ、誰に何言ったっけ。乙女座は輪ゴムか。乙女座は輪ゴムで、うさ耳が水亀座は覚えてる。あと何言ったっけ。伊手座が拡張器、覚醒器か。シーザークレジットカード。サソリ座はマスクです。双子座は懐中電灯がラッキーアイテム。野菜。わーわーわーしせた。トマト、キャベツ、にんじん、かぼちゃ、赤ピーマン、オレンソ、おはよう、ナスにごぼう、玉ねぎ、セロリ、ブロッコリー、大根、面白いな。星座占い面白いな。面白いな。みんなからお金取ろうかな。適当な十二星座占いの内容しか言ってないけど。1回、5,000円、1回5,000円で、私のトンチキインチキ適当占いを聞きたい方は1回5,000円でお待ちしてます。適当に料金発生。でもそう、そうですよね。誰も検証できないし、それが本当かどうか確認できるものではないから、もしかしたら当たるかもしれないし、信じる信じないは皆さん次第。時間で言うとですか、そうですね、1回5,000円だから、20分です。嘘、10分、5,000円。何かに比べて安い。それお話し会でしょ。それお
もうみんな感覚がもう基準がさ、お話し会基準になってる。だっけから感覚おかしいよ、感覚おかしくなってるよ。畑から集まった25種類の底力。でもなんかすごい基本的なこととかだったら、あなたはこういう人ですねっていうのは占えるので、なんかその運勢とか今後どうなりますかとか、今日はどうですかとかっていうのは占えません。でもあなたはこれこれこうで、こういうことが得意で、こういうのが苦手で、こういう人ではないでしょうかっていうのは実はある程度できるんですよ。西洋占星術で学んだ知識、得た知識。マクドナルドの値上げが今目に入りました。悲しい。なんかあれなんでしょう、モスより高くなったみたいな。切ない。茶がなくなりました。知ってるよ、あげ二人はひとしみ Tonight。 おはようございます。配信来てくれてありがとうございます。十二星座占いしたらなんかめまいがする。適当なことばっかり言いすぎて。Wherever you are。 相性占いもちょっとだけできるよ。なんかモスバーガー食べたくなった。 Wherever you say 君を思う気持ち、 I promise you forever right now。 コンタクトずれた。おへおへよF1。
マギンさんハートありがとうございます。おはよう。じゃあここの星マークが1万いったら終わろうかな。そしたら私も準備して出かけます。家を出ます。ハッピーガール決定戦現在23位って何？ギフトランキング1位のメンバーは AKB48 グループ2024年ハッピーガールとしてたくさんの人に知ってもらえるビッグチャンス。でもこれ、あ、対象メンバーが通常枠と新人枠で分かれてるんですね。待って。AKB48 グループ2024年ハッピーガール決定戦ギフトランキング1位のメンバーショールーム公式占い番組出演権の獲得。私もう自分の配信でやってるからいいや。しかもこれあれですね、このイベントの期間もう終わりかな、今日まで、今日まででした。待って、タイムリーすぎる。ギフトランキング1位 AKB48 グループ2024年ハッピーガール特典ショールーム公式占い番組出演権の獲得。おもろすぎ。もう自分の配信でやってるもん。自給自足してますわ。しておりますわ。てか私今これ23位って出てたよね。23位ってでもすごくない？23位って。嬉しい、楽しい、あいこちい。おはようございます。おはようみんな。おはようきさんもおそうきさんも、みんな生きて偉いです。みんな今日も生きてて偉いです。あ、メール来ました。メールで私のアクセサリーほどいた写真が見れると思います。1月最後のメール、朝メールでした。
夜型なのに朝から配信してて偉い。なんかね、今日はねいろいろやることが多いので、なんか変に寝るより今起きてた方がいいんですよ。そうなんです。あ、髪の毛バサバサ。なんか寝てしまったらあんまり良くない。今日はやる気を起こさないといけない、無理やりにでも。そのね、アクセサリーを絡まったやつをほどくのに4時ぐらいまでずっとやってたんですよ。その間にお風呂入ったりいろいろやってたんだけど、そしたら睡眠時間がめっちゃ短くなりました。まあ仕方ない。そう、あんま寝てないんです今日。でも大丈夫ですよ。なんか変に今やる気スイッチが入ってるから全然大丈夫です。ちゃんと休んで。ありがとう。はあ、9367か。あー、一番に行かないかな。昨日はね1万に行ったんですよね。あ、今日の夜配信、そうだ、今日夜配信もします。遊びに来たよ、ありがとう。おはよう。おはよう。何時かな、9時とかかな。夜の9時とかに配信するかもしれない。1万は武道館埋まる。確かに武道館のキャパって1万なんですか。カラさん、ピーナッツギフトありがとう。ユキさん、ハートありがとう。トールさん、キラキラありがとう。おはよう。私の検索履歴、幸せと喜びの違いって書いてある。こんなのいつ調べたっけ。幸せと喜びの違い、節分 BLT 3月号スペース広島。
ちなみに幸せと喜びの違いは、人間が幸せを感じるときは生きることが安全なときであって、喜びっていうのは欲しいものを獲得することによって生まれる感情らしいです。幸せと喜びは混同しやすいけど明らかに違うとのことです。喜びを何度重ねてもそれが幸せとはならなくて、獲得の喜びには限度がない。え、めっちゃいいこと書いてない？うど市立花園小学校ウェブサイト、なんか小学校のウェブサイトが出てきたんだけど、うつち、ううずち、宇都市立花園小学校熊本県熊本県 の、 あの小学校の公式ウェブサイト、ほら、出てきためっちゃ深いこと書いてますね。おはん、 Good morning everyone。 あと400いくらで1万です。じゃあ最近のトピック調べますか。マスク氏、え、起業、脳にチップ埋め込み、え、なにこれ、考えるだけでパソコンなどの操作可能に、人の脳にチップを埋め込む臨床試験を実施、イーロン・マスク氏創設の会社。イーロン・マスク氏は共同創設したニューラリンク社が人の脳にチップを埋め込んだことを発表した。人の脳にチップを埋め込む？29日発表した。テレパシーと呼ばれるチップの埋め込みは28日に行われ、患者は順調に回復し、初期の結果として脳神経からは電気信号が確認されたという。ニューラリンク氏は脳にチップを埋め込み、病気や事故で体が不自由な人が思考だけでパソコンなどの操作ができることを目指し、これまで動物による研究を進めていた。へえ、すご、すごいね。
昨年9月に被験者を募集していた臨床試験は四肢に麻痺がある患者を対象にしたもので、コインほどの大きさのチップ N1 を手術ロボット R1 で埋め込み、神経信号を読み取る仕組みとなっています。頭にケーブルを接続する方式であれば以前から存在していましたが、無線で通信や充電ができるようになることで病院以外の場所でも使えるようになるのは画期的。人の脳にチップを IC チップを埋め込む、遠隔操作ができる。IC ではない、チップを埋め込む。すごっ、すごいな。大学生の授業中、学生が鍋を食べる驚きの光景に SNS 賛否両論。大学の授業中に鍋を食べる学生が現れた。阪大の教授が X に投稿したそんな写真が SNS で話題になった。投稿したのはポピュラー音楽研究家で同大学教授の増田悟さん。以前から自分の授業では教室で鍋をやってもいいと許可しているという。迷惑をかけなければ授業中に鍋をやってもいい、うん、一般ユーザーからは素晴らしい取り組み、大学って本来こういうものだよね、だと。え？授業中に鍋をやりたいと学生から連絡があったのは12月5日の授業の前日だった。他の受講者にちゃんと配慮してやってねと伝えたという。鍋があることで学生とのコミュニケーションができて、私としては大変教育効果が上がったと考えています。すごい、授業中に鍋をやることでコミュニケーションが円滑になったって教授が言ってる、教員が言ってる。教育のあり方としては面白い手法です。すごいね。でもなんかそういうさ、こう想像するけど結局実現しないだろうな、そんなことみたいなのがさ、令和の時代どんどん出てくるかもしれませんね。なんかありえないがありえるになって、それが多様化とか個性を認めるものってなってったらさ、なんか面白い時代になりそうですね、これから。すごい。でもなんかさ、私たまに今喋ってる人にいきなりうわっとかやったらどうなるんやろうってとかすごい考えるんですよ。今普通に穏やかに喋ってて、そうよねそうだよね、あれあれね、あれだよね、うわっって
いきなり怖いことっていうか、なんかびっくりさせたらどうなるんだろうとかっていう想像をするんですよ。だからなんかそういうちょっとこう、今まではこういうことは普通はしないよね、やっちゃいけないよねっていうさ考えとか、今までの当たり前がさ当たり前じゃなくなってくるって考えたらさ、私がそのいきなりわーってやることもさ、それも面白いねって言われる時代になるかもしれないから、令和楽しみ。さすがにそれは当たり前にならない。そうかそうか、お話し会で鍋を食べる愛子じ、あ、お話し会で私鍋は食べないかなうん、私は食べないかも。え、でもそれはまあ一つのまあ、うん、まあいいのかもしれない、うん、あ、1万いってる、やったー、昨日に引き続き。おはよう、おはようございます。やったね、朝からみんな見てくれてありがとう、本当に。じゃあこれでそろそろこれで終われます。そろそろお別れの時間です。フォローしました、ありがとうございます。おはようございます、愛子じって言います朝から配信してます。久しぶりの朝配信でした。みんなと話せて楽しかったよ。お仕事に戻ります、頑張ってください。もうお仕事に行かれた皆さんも頑張って応援してます。今から頑張る人も頑張って、お休みの人は、最低10分歩きましょう。ずっと家にいるのは良くないです。ではランキング見ます。13位ソリオさん、12位サルトビ仁左衛門さん、11位ニコライさん、10位のりふみさん、9位カラさん、8位カズノリさん、7位ズーミンさん、6位ハルキングさん、5位サッタンさん、4位ヘルヤンさん、3位ハイキーさん、2位クジマサさん、1位はカタカナのタカさん、ありがとうございました。朝配信ありがとう、久しぶりにやったらすごい楽しかったです
ちょっと FCFCKFC 個人 FC 個人ファンクラブ何回も言い直す個人ファンクラブの作業をします。それでは皆さんまた夜に会いましょう。夜に会いましょう。バイバーイ。バイバーイ。